ブダ宮殿に入るサーラシ・フェレンツ・パンツァー・ファウスト作戦は、ナチス・ドイツと野獣事党により1944年10月15日に実行されたハンガリー王国のクーデター計画。クーデターは成功し、新たにサーラ氏・フェレンツを主犯とする国民統一政府が成立した。第二次世界大戦における独ソ戦勃発とともに、ハンガリー王国は、 数字国の一員として参戦した。ハンガリーは工業、石油の供給地であり、バルカン半島とドイツをつなぐ要衝でもあるため、ドイツにとってはどうしても手放せない地であった。しかし、第二次世界大戦の戦況は次第に不利になり、ハンガリー王国摂政ホルテ・ィミクローシュと首相カーロイ・ミクローシュは極秘裏に連合国と急戦交渉を行った。これを察知したドイツは、 1944年3月19日に、ハンガリーの離反を食い止める計画、マルガレーテアイ作戦を発動して、ハンガリーを占領した。首相カーロイは亡命し、新独派のストーヤイデメ中毒大使が首相となった。また、ドイツから特使、エトムンとフェーゼンマイヤーが派遣され、政府とホルティを監視した。ハンガリー国内には、ドイツ軍が駐屯し、ハンガリー軍の大半また、 バルカン半島のドイツ軍の指揮を執る南東軍集団海軍集団司令官マクシミリアン・フォンバイクス元帥がブダペストに司令部を置きバルカン作戦の管轄に当たった6月赤軍はバグラチオン作戦を発動しドイツ軍を独ソ国境地帯まで押し返した1944年9月25日当時の戦線青が数字国の勢力範囲赤が ソ連軍とパルチザンの勢力範囲、キが米英フッツ軍の勢力範囲1944年とヨーロッパに残った数軸国はハンガリー一国となり、戦線がハンガリー国境地帯に迫ることが確実となった。ラカトシ首相は南部ウクライナ方面軍司令官ヨハネス・フリースナー上級大将と相談し、ハンガリー・ルーマニア国境地帯である。 カルパティア山脈とトランシルバニアアルプス山脈の防衛計画を策定した。しかし、ソ連赤軍は国境の峠を次々と突破した。このため9月7日にはブダペストでソ連赤軍がブダペスト南方140マイルのアラドに迫ったという噂が流れた。ホルティは緊急閣議を開き、ドイツから強力な援軍がなくては戦えないと決議した。 ラカトシュ首相は特使フェーゼンマイヤーに24時間以内に5個手段を提供しなければ自由行動を取る権利を保留すると通告した。ヒトラーはこれに対して戦車1個手段、武装親衛隊2個手段、戦車2個旅団を送り込んだ。しかしソ連赤軍の進攻は食い止められず、9月9日には洋少図倉峠が突破された。ハンガリー軍と 王国政府の士気は低下し、フリースナー上級大将もハンガリー軍に戦意がない。ために、ハンガリー防衛は不可能とヒトラーに無心している。ホルティは密かに臨時閣議を開き、休戦の方針を決定した。しかし、閣議の様子はドイツに筒抜けであり、ヒトラーはホルティの逮捕計画を立て始めた。 ベレシュヤーノシ・ハンガリー軍参謀総長が相当大本営ボルフシャンツェを訪れて兵力増強を要請した際にヒトラーは我々は共に反共十字軍の同志と信じてきた。だがもはや帰国政府に対する信頼は消滅したと告げている。オットー・ウィンケルマン。1940年9月20日、ソ連赤軍はアラドを占領し、 以前ブダペストに強行をもたらした噂が現実となった。ホルティはイタリア戦線で戦闘しているイギリス第8軍に死者を送ったが、イギリス側は現在ハンガリー軍と戦闘しているソ連と交渉するべきと勧告するに留まった。10月1日、ファラゴ・ガボル大将を団長とする施設団がソ連の首都モスクワに派遣された。ハンガリー側は交渉条件として 即時休戦と独軍の安全な退却、ハンガリー占領に、米英軍も参加することを設定していた。しかしソ連側はすぐに回答せず、施設団は待たされ続けた。10月8日、ビャチェスラフ・モロトフ外相がようやく施設団に面会したが、ソ連側は、休戦条件として、ドイツに対する即時宣戦復刻を要求した。ドイツの占領下に置かれている。 ハンガリー側は困惑したが、ソ連軍がブダペストに次第に近づきつつあったため、10月12日に要求を受諾すると決定した。しかし、ドイツ軍への対処には前線に配置されているハンガリー軍が必要であり、軍を引き上げるための時間を考慮して10月20日に急戦する旨をモスクワに通告した。これに対してソ連側は10月16日午前8時以前に意思を 明確化することを要請し、ホルティは10月15日午前10時に閣議決定、正午にフェーゼンマイヤー特使に通告することにした。ホルティは休戦決定文をブダペスト放送に送り、10月15日午後1時に休戦放送を行うよう命令した。しかし、ハンガリーが休戦で一致していたわけではなく、中ブダペスト親衛隊及び警察指導者、 オットー・ビンケルマン新衛隊大将が10月6日に言った情勢判断によると議会ではや十字党を中心とする主戦派が影響力を拡大した軍内部が分立し一部の将軍と上級士官の大部分が継戦を支持しているという状況であった。オットー・スコルチェニー一人おいてアドリアン・フォン・フェルカーザム1944年10月16日 ブダペストにてミッキーマウス作戦も参照計画はまずホルティの住むブダ宮殿の調査から始まった。ビンケルマン新衛隊大将がブダ宮殿を調査し、オット・スコルゼニー新衛隊少佐が襲撃計画を立てた。9月25日、ヒトラーはハンガリー全土を作戦区域とする命令書に署名し、ブダペスト制圧作戦、パンツァー・ファウスト作戦を準備させた。 スコルチェニーと第 600SS 高下両兵大隊の部下500人が、ホルティと政府要人の逮捕に当たり、野獣字党党首サーラシ・フェレンツが政権を掌握する計画であった。作戦用のビラが用意されて、ブダペストに運び込まれたが、ヒトラーの病状が悪化したため作戦実行命令は下されなかった。10月に入ると、ホルティ側の急戦の動きは、ますます活発になった。 ビンケルマン親衛隊大将は、作戦発動をたびたび要請し、10月6日には独断で和平派であるホルティの息子、ホルティミクロ。10月12日、作戦実行を決断したヒトラーは、ワルシャワ放棄を鎮圧した、エイリヒフォンデムバフハゼレウスキー親衛隊大将に、作戦の指揮を取らせるために、ブダペストに派遣した。 エトムント・フェイゼン・マイヤー・ブダペスト市内を更新するや十字党員ブダペスト市内に、出たや十字党員10月13日、前線のハンガリー第一軍、ハンガリー第二軍で部隊の戦線離脱が続発した。バッハ・ツェレウスキー新衛隊大将は、パンツァー・ファウスト作戦の即時発動を進言した。報告を受けたヒトラーは、参謀総長、ハインツグ・デイディアンに、作戦発動を指令し、 政治面の指導者として、ルドルフ・ラーン元中尉大使をブダペストに急破した。10月14日、ラーンがブダペストに到着し、ほぼ同時に戦車42両が到着した。また、フェーゼン・マイヤー特使はホルティから翌日に面会したいとの連絡を受け、グデリアン参謀総長は、ベレシュ・ハンガリー軍参謀総長から増援が達成されないため、 第一戦部隊を引き上げるという通告を受けた。グデリアン参謀総長は、ハンガリーの情勢が決定的になったとして、15日午前10時、作戦開始を命令した。また、統帥部長、バルター・ベンク中将をブダペストに派遣し、ハンガリー軍の命令権は、ドイツ陸軍総司令部のみが保有するため、ハンガリー第一軍、ハンガリー第二軍への交代命令の取り消しを命令し、 違反の場合は、ドイツ軍が必要な措置を取るという通告文を午前10時、ちょうどに、ベレシュ参謀総長へ手渡すよう命令した。15日午前8時、ホルティの息子は、スコルゼニー新鋭対象者の指示を受けた、ハンガリー人諜報員の訪問を受けた。諜報員は、ユーゴスラビアパルチザンの指導者、ヨシップ・ブロズッチ等の死者が、ナニューブ港湾局ビルで午前10時に待っていると、 伝えた。息子は気乗りしなかったが、父のホルティは重要な連絡があるかもしれないとしていくことを促した。午前10時の少し前に、ホルティの息子は港湾局ビルに到着した。彼は3人の護衛を連れていたが、護衛を外に待たせて一人でビルに入った。その途端に十数人の男が彼に襲いかかり、暴行した。血まみれになった息子は絨毯に巻かれて担ぎ出された。 異変に気づいた護衛と男たちの間で銃撃戦が起こり、双方に一名ずつの死者が出た。息子は自動車に運び込まれ、飛行機でミュンヘンに移送された後、マウトハウゼン強制収容所に運び込まれた。ホルティは息子が誘拐されたことを知り驚愕した。また同じ頃、ベレシュ参謀総長は、ベンク中将の訪問を受け、通告文が手渡された。 このため午前10時に予定されていた閣議は午前10時45分に行われることになった。閣議において、ホルティが大ソワ兵以外に生存の道はないと言明した。また、ベレシュ参謀総長はドイツからの通告文を朗読し、ラカトシュ首相は議会の承認を得る余裕がなく、議会への責任を果たせないため内閣総辞職の意向を述べた。 これに対しホルティは占領下の状態では議会が正常に機能しないとしてハンガリー軍総司令官の権限で休戦できると主張した。閣議が続く中、正午に特使フェーゼンマイヤーとヴィンケルマン新衛隊大将がブダ宮殿を訪れた。ホルティは中座してフェーゼンマイヤーと面会し、なぜ息子を誘拐したのかと詰め寄ったがフェーゼンマイヤーはホルティの息子が 反逆者と交際していたという噂を聞いたことがあるとして有罪なら壁の前に立つことになると通告した。その後、ホルティの改装によると、ホルティはフィーゼンマイヤーに対処休戦の方針を告げた。フェーゼンマイヤーは顔面蒼白になり、再考してほしい。せめて特命を受けたラーン元大使に会うまで待って、ほしいと告げた。しかし、ビンケルマン新衛隊大将の回想では、 ホルティは、対ソ和平は考えているが、まだ決心していないと述べたという。面会の間に午後1時を迎え、ホルティの休戦決定文が、ブダペスト放送で放送された。放送を聞いた反読グループや地下運動団体が、街に溢れ、刑務所の門を開いて一部の政治犯を釈放した。また放送の前に、ホルティはハンガリー第一軍と第二軍司令部に、ソ連軍と接触して、 ドイツ軍を攻撃せよという極秘命令を下した。同じ頃、ラーン元大使が王宮を訪れてホルティと面会した。ホルティの回想によると、ラーンが決心変更を求めたが、ハンガリーの意思は決定済みだと答えて背を向けたとしている。しかし、ビンケルマン新英隊大将の回想ではラーンが、ホルティの両親に訴え、ホルティは子供のように泣き、ラーンの手にすがり、 全部取り消すと言って、電話に走り寄ったが話すことができず、無誘病者のようであったとしている。その間に、摂政、ホルティの名で発表された急戦は無効であり、ハンガリー軍と国民は最後まで戦う、という趣旨のベレシュ参謀総長名義の布告が、ブダペスト放送で放送された。さらに、ドイツとハンガリー軍の行進曲が流れた後、 野獣児島指導者サーラシ・フェレンツが新政府を組織するというアナウンスが続けて放送された。街にはドイツ軍と戦車や獣児島員が溢れ、反独グループは街から姿を消した。ブダ宮殿とドイツ軍戦車。1944年10月ラーン元大使はホルティを排除するにしてもできるだけ反発を招かない形にすることが望ましいとしてサーラシの政府に お墨付きを与えた後に、ホルティを引退させることが望ましいと考えた。ラーンは、ラカトシュ首相を説得役にすることにし、特使、フェーゼンマイヤーと共に、ブダ宮殿に向かわせた。遊刻ラカトシュ首相はホルティに面会した。ホルティはこの時、小型カバンに衣類や洗面具を詰め、逮捕に備えていた。ラカトシュ首相はドイツ語で書かれた、摂政大位宣言と、 サーラ氏の新首相任命の宣言文案をホルティに手渡した。ホルティは署名を拒んだが、ラカトシュ首相はブダペストが2万5000人のドイツ軍部隊に包囲されており、16日午前6時にブダ宮殿を攻撃する予定であること、ホルティの息子がドイツ軍に捕らえられていることを挙げて署名を進めた。ホルティが別室で待機していたフェーゼンマイヤーに息子の安否を尋ねると、 品格として定重に世話していると答えた。また、ホルティが宣言文と息子の運命は関係しているかと質問すると、殿下の署名はご礼足の生命と無事の期間とに直接関係しています。と答えた。その後、ホルティは宣言文案に署名した。ホルティは後に、この宣言は私の署名の有無に関わらず布告されるものだと思った。私としては、 それなら、私のサインで唯一人残された息子の生命を救うのが神のお心に叶うと判断したと回想している。10月16日午前4時、ラーンは相当大本営に連絡し、ホルティが17日にサーラ氏を首相に任命した後に退位し、急戦放送を不問にする条件でドイツに亡命する許可を求めたと連絡し、ヒトラーも亡命を 10月17日午後4時30分頃、サーラ氏の首相任命と接衝退位を終えたホルティは家族と共に特別列車に乗ってブダペストを離れた。ホルティは後に私は財産と祖国を捕虜にしてしまったと嘆いた。ブダ宮殿を占拠した武装親衛隊政権を握ったサーラ氏は国民統一政府の成立を宣言しソ連軍との交戦を続けた。しかし、 ソ連軍は次々にドイツ軍を撃破し、10月29日からブダペストに対する攻撃が始まった。東部ではソ連軍の庇護のもとに諸政党とハンガリー軍の一部が離反し、第一軍司令官であったダールノキミクローシュベイラを主犯とするハンガリー臨時国民政府が成立した。1945年2月にブダペストはついに陥落。 ハンガリー国内の大部分もソ連軍によって制圧されており、野獣児島政府は西部国境地帯で抗戦を続けるにとどまった。1945年5月8日にドイツが降伏すると野獣児島の政府も解散された。ホルティの息子は解放されず、マウトハウゼンからダッハウ強制収容所、インスブルック、ニーダーアドルフを転々とし、最後はカプリ島に移された。 1945年5月4日に、米軍の保護下に移り、8月に解放された。亡命した、ホルティッカは、バイルハイムイン・オーバーバイエルン近郊のヒルシュベルクに、あった古城に遊兵された。周囲には100人以上の武装親衛隊が警備しており、外部との連絡は断ち切られた。1945年5月1日、アレグザンダー・パッチ大将が率いる。 第36不評手団によって、ホルティ一家は解放された。しかしホルティは、戦争犯罪人として取り調べられ、ホルティ一家と息子が再会するのはホルティが解放された1945年12月17日のことであった。ありがとうございます。